反復は中華民国の軍人。北京政府、国民軍、国民政府の軍人。国民軍では、兵玉将配下の十三王の他持つの一人と称された。字は広報。私塾教師の子に生まれる。はじめは学問を志したが、貧困のため1910年から軍に加わり、兵玉将の英に配属された。新末に兵玉賞が、 周期儀を起こした際には、反復も参加した。失敗後に、反復は帰郷したが、民国成立直後に、表玉賞の下に帰参し、以後第16根成旅や、第11詩などで順調に軍歴を重ねている。1924年10月の北京政変後に、国民軍が結成されると、反復は、国民軍第1軍第1詩、第1旅旅た長に任命された。 翌年春、第一支市長に昇進した。1926年の南口の戦いでは、山西省の遠尺山が国民軍の後輩を脅かしてきたため、領有の石友さんと共に、山西軍を迎撃、前線した。しかし、国民軍は同年8月に、ついに南口を放棄する。長野エラの本隊は、水延省へ撤退したが、反復と、 石友さんはそれに従わず、遠尺山に降伏した。同年9月、氷玉将が帰国して御元受け死を行うと、反復は、氷玉将の下に復帰し、国民連ね軍沿線第六祖地葬式に任命された。1927年6月、国民連ね軍が国民革命軍第二集団軍に改組されると、反復は、 第二集団軍第六軍軍長に任命され、中国国民党の北伐に参戦して、軍港を挙げた。10月、第二集団軍の縮小を経て、反福は、第二十四市長に任命され、鄭州に駐屯した。12月、反福は、兵玉省の推薦により、河南省政府主席に就任した。しかし反福は、第二十四市への指揮権を喪失し、 しかも、第二十四は、反復と不仲の意思決定に委ねられてしまう。これは、反復の表玉賞に対する反感をかき立てることになった。北伐終了後の1929年、表玉賞と紹介石の対立が激化し、ついに衝突が不可避となる。しかし5月22日、反復は、表玉賞への追随を放棄し、 第24の九部下たちと図り紹介席に基準した。1930年の中原大戦では、反福は第一軍団葬式として、遠尺山率いる三政軍と戦った。この時の功績により、同年9月、反福は三島省政府主席に任命された。以後7年強の間、反福は三島省を統治することになる。反福は密かに、 日本と一定の連携関係を結ぶ一方で、かつての三党の支配者だった、張総省を暗殺した。さらに、国民革命軍の一員である、第17軍軍長、流鎮年を駆逐し、国民党の三党省東部にまで圧力をかけた。こうして、反復は、三党省を強力な自治権として確立し、国民政府中央の統制を弱体化させたのである。なお、 半福はこの間に思想家の両層倉を招聘して合村建設運動を大規模に展開したり産業を振興したりするなど小生面でも一定の功績を残した。半福別影、島事変写真帳1936年12月に西安事件が起きると半福は伝文を発して長学寮、養古城を支持している。 翌1937年、日中戦争が勃発すると、10月にハン、反復は、第3集団軍総司令権第5戦区、副司令長官に任命された。しかし反復は、自分が、紹介石の捨て駒として扱われていると感じていた。そのため、日本軍との本格的な戦闘は行わずに、災難などを放棄して、三島省西南部に撤退した。 その一方で、四川省政府主席、劉章と、密かに連携し、反省運動も企んでいる。結局これらの行為は、小解席に、反復の粛清を決断させることとなってしまった。1938年1月11日、反復は、開封で開かれた、軍事会議に出席したところを逮捕され、観光に収監された。同月十四日、 反復は命令違反により独断の撤退を犯したとして、小介席の命令により処刑された。去年49、ありがとうございます。